たは今どこで誰と笑ってるかな。一年が過ぎたけど顔はまだ知らない。メールの通知が来て頬が緩んだ。今日もあなたへ送る言葉を考える。元気にしていますか。ありきたりなフレーズに思いを重ねる。いつかあなたと出会ってありがとうと心から伝えたいけど、お互いの幸せはこの距離が作ってくれたのかな。と期待で最後の一文に会いたいと綴れない。言葉の端々に優しさが溢れて、待ち望んでいる。どんなことしていますか。重ねてきた思い出歌を歌おう。いつかあなたと出会って、ありがとうと心から伝えたいけど、お互いの幸せで思いを書き出して会いたい。